ではね、今からね、お尻の方を触っていきますね。お尻ってね、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いです。私がわざわざ説明するってことはかなり大ですよってことですから、頑張ってくださいね。大丈夫？はい、足曲げますね。はい、足曲げてこうしますよ。そう、こう。はい、降りてきて降りてきてください。いいよ。細かいところちょっと指で緩めてみますね。ね、めっちゃ痛いでしょ。では反対側触っていきますよ。はい、足曲げてます。そうそうそう。ちょっと一息する。人気痛すぎて笑っちゃうでしょ。本当に笑いますね。本当に笑う。顔のペーパーあのこれだけ当てといて、はい、はい、じゃあ押さえていくよ。
はい、よく耐えたね。これではこっち側上にして横向いて休みましょうか。横向き、横向き。お尻の筋肉ってここからここまで、あ、ごめんなさい、頭の中だね、うん、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてるので、ここをちょっとしっかり緩めていきますね。でこいつ、私がわざわざ説明するということはかなり痛いということですから、頑張ってください。そうそう、マジで、あ、痛い、逃げないで、はい、あ、痛いよ、マッサージ受けてるだけなんだけどね。はい、では反対側もか。やばい、やばすぎる。え、ちょっと電気する？いけますか？最近発見したのね、この角度。昨日発見したの。ちょっと手にする。いいですか？ここを押さえるとこの辺まで抜けるでしょ。で、背中触るとほらめちゃめちゃ柔らかくなってるの分かりますか？違う、違うよね、うん、